人に物を頼むときはもう少し色っぽくお願いしろよ。そしたら何でも何でもやってやるよ。俺を信じるな。そういうの重たいからさ。できれば交通規制とか信じてくれるとこっちも助かるよ。あれ、この道俺が教えたのと違うじゃん。なんでなんで。はい、いよいよ大鳥ルートの開始です。皆さん盛大な拍手をお願いします。男に二言はない。道順を変えると言ったら意地でも変えるぞ。止めたって無駄だからな。ルート外れてんじゃねえぞ。大鳥ルートを始めます。通過もう始まってるから。おい、俺を思い通りに操作できるとマジで思ってんのかい。とりあえず周りの様子も見とけよ。ルート外れてるぞ、戻ってこい。大鳥ルートを始めちゃうよ。ん？お前今明らかに変なこと考えたでしょ。私のことを情熱的にダウン。この道まずいじゃねえの。本来のルートから外れてるぞ。大鳥ルートスタート。はい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 。今新ルート探してんだけど、どうすっかな。タヌキの出る道とゴリラの出る道、どっちがいい？ノックして、もしもし。あと200メートル先なんすけど、右方向とかもうそういう感じにしとけばいいんじゃねえの。間もなくって感じで右方向だってさ。一応伝えるだけ伝えたからな。賞金稼ぎやってた頃も面白かったけど、ナビも悪くねえな。ちなみにあと 1km 先ズバッと右方向だぞ。みんな、とんでもないことが発覚したぞ。なんだって？この先 600m 走ったら。別にどっちでもいいんだけど、とりあえずぶっちゃけ右方向な。だいたい 200m ってとこかな。そんぐらい走ったら方向は右なわけよ。問題ないよね。すぐ近く。右方向とかもうそういう感じにしとけばいいんじゃねえの。あ、悪い、俺今アイス食べてっから話は後にしてくんない。ほら早くしないとこれ溶けちゃう。あ、もう溶けてるから。溶ける溶けて溶け溶け。もうすぐ。大して変わりはしないけど、ひとまず左方向な。あと1キロメートル。そうだ。1キロメートル。何が何でも1キロメートル走ったら右方向だってさ。一応伝えるだけ伝えたからな。午前と午後、男と女、冷ややっこと麻婆豆腐。世の中は何でもかんでも陰と陽でできてるらしい。冗談だよ冗談。マイケル、わけねえだろ。それよか、あと600メートル走ったらズバッと右方向だぞ。私の人並み外れた直感によると、およそ200メートル先。別にどっちでもいいんだけど、とりあえずぶっちゃけ右方向な。もうちょいで方向は右なわけよ。問題ないよね。おーい、俺ここにいるから。分かってるよね。あと1キロメートル走ったらさ、右方向とかもうそういう感じにしとけばいいんじゃねえの。おいおい、迂回しすぎだぞ。早く元のルートに戻らないと面倒なことになるって。戻りルートを始めるんで、そこのとこ
別にこれナンパとかそういうのじゃありませんから。すぐそこ。方向は左らしいよ。まそれはそれだよね。この道まずいんじゃねえの。本来のルートから外れてるぞ。大通りルートスタート。はい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 。ここに日本はない。道順を変えると言ったら意地でも変えるぞ。止めたって無駄だからな。なんか俺人として全否定されてない？そういうの良くないって学校で習ったでしょ。おいおい迂回しすぎだぞ。早く元のルートに戻らないと面倒なことになるって。戻りルートを始めるんでそこんとこ敷くよ。ちょっと秘伝の波のルートを変えるにあたって一つ言っておきたいことがある。ああ面倒くさい。間もなくって感じで右方向だってさ。一応伝えるだけ伝えたからな。家の近くを通ると妙に緊張するよな。商店街のおばあさんとか捕まると話長いからな。あと本屋にいると大すぐ近く。左方向とか勢いで決めとけばいいんじゃねえの。ママいいネタありますよ。実はここから200メートル先左方向だってさ。早めに分かってよかったじゃん。もうすぐ。ざっくりぎっくり左方向。もうちょいでズバッと右方向だぞ。そなたに真実を伝える。あと200メートル先目的地のエリアまで来たっつーの。なんか俺ナビの才能とかいろいろあるかも。すぐそこ。目的地はこの辺りだ。で肝心のお宝はどこに待ってんだい。目的地に着いたようだな。おじゃ次はどこ行く。じゃあな帰るわ。なんで引き止めないんだよ。引き止めてくれないと。お前帰らないからね。あれこの道俺が教えたのと違うじゃん。なんでなんで。いよいよ大通りルートの開始です。皆さん盛大な拍手をお願いします。新しいルートに変えるぞ。なお文句は一切受け付けません。ルート外れてんじゃねえぞ。大通りルートを始めます。通過もう始まってるから。お嬢さん新しいルートは好きですかい。いやいやこれ別にこれナンパとかそういうのじゃありませんから。ルート外れてるぞ。戻ってこい。大通りルートを始めちゃうよ。うん。お前今明らかに変なこと考えたでしょ。男に二言はない。道順を変えると言ったら意地でも変えるぞ。止めたって無駄だからな。私のことを情熱的にダウンロードしたくせにもう捨てるの。ひどい。悔しいけどでも感じちゃう。この道まずいんじゃねえの。本来のルートから外れてるぞ。大通りルートスタート。はい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 。ナビのルートを変えるにあたって一つ言っておきたいことがある。ああ面倒くさい。もうちょいで。右方向だってさ。一応伝えるだけ伝えたからな。おいおい迂回しすぎだぞ。早く元のルートに戻らないと面倒なことになるって。大通りルートを始めるんでそこんとこ敷くよろ。ちょっと聞いてんの。今新ルート探してんだけどどうすっかな。タヌキの出る道とゴリラの出る道どっちがいい。すぐ近く。なんつうか交差点をだな。方向は右なわけよ。問題ないよね。